日本語は逆におかしくないかもしれないんですけど韓国語は間違いなくおかしいですおかしい気持ち悪いキモイ、本当に皆さんこれうまく使えればすごく楽だしうまく見えるしただこれあのリスクもあるのでこれから説明します今日あの86ページですね J9 が第9課ですねタイトルなんですけど「不産家事おけかよ」です 여러분도 지금 구취에서 나서 발음을 해보세요. 조금 빠르게 말해주세요. 부산까지 어떻게 가요? 부산까지 어떻게 가요? 먼저 한 번씩 제가 말할 테니까 한번 들어보세요. 아마 듣고 있는 분들도 있을 거예요. 저는 다음 주 15일에 부산에 가요. 그래요? 부산은 뭐가 맛있어요? 회가 유명해요. 부산 날씨는 어때요? 서울보다 따뜻해요. 그런데 부산까지는 어떻게 가요? キチャロがよまず私これ読んでみて、二人とも違う話をしてるのかなと思いました。ちょっと、これだとどんだけあの勉強をしたりしても会話では使えないと思って今日のタイトルをこれにしたんですけども、これから、うん、一つずつ説明をしたいと思います。まず日本語で意味を一回説明をします。今、木村さんとガンヒスンさんっていう人、韓国の女性ですね、名前が。 韓国の女性の名前なんで知ってるかっていうと、まず、ガンヒスン。韓国は大体いい名前が2文字か3文字か4文字が一番多いですね。その中で一番多いのが3文字です。そして2文字が次多い。次は4文字。残りが5文字、6文字とかいるんですけど、まずガンヒスン。まず3文字の人は大体いいこうやって疑いましょう。一番前の一文字が名字ですね。あと、 次の2文字が名前。ただ日本人は今、木村って書いてある木,木村木村なんですけど、これ苗字ってまあ皆さんわかりますよね。苗字が木で名前が村になるわけないじゃん。まあいるかもしれないけど、韓国がたいこの3文字になってったら、まあ苗字含めて3文字だよね、みたいな感じです。で、名前がヒスン。大体ヒとかスンとかが入って特にスンが最後に来る人は、 女性の可能性が9割以上です。まあ、男性もいなくはないんですが、C を使う人が男性もいるんですけど、女性の割が多いだいたいこれだけ見て女性っていうのはわかりますね。ヒスン、まあどっちもヒも入って、スンも空いてたら、まあこれ女性だよねっていうのはすごくわかります。木村は女性なのか男なのかわからないんですが、多分男じゃないですかね。日本語で説明します。まず、木村、ヒスン、木村、ヒスン、木村、ヒスンの順です。私は来週10 15日にプサンへ行きますそうですかプサンは何が美味しいですか刺身が有名ですプサの天気はどうですかソウルよりあったかいですところでプサンまではどうやって行きますか汽車で行きますまあなんとなく通じないことはないと思うんですけどかなりねここおかしいところがあってそれについて説明をしたいと思いますまずもう一回韓国語で読みますしっかり聞いてくださいね 아또 쉐도잉 이結는거꽤 중요 하私데 제가 읽는 の막 되게 되면 되게 なくてもいい데 여러분도 같이 발음을 해 보세요. ゆっくりいきますよ. 저는 다음 주 15일에 부산에 가요. 그래요. 부산은 뭐가 맛있어요? 회가 유명해요. 부산 날씨는 어때요? 서울보다 따뜻해요. 그런데 부산까지는 어떻게 가요? 기차로 가요. 今私が言ったプサンがプサンに聞こえるかブサンに聞こえるか。これは韓国人が聞いたらブサンに聞こえます。はい。じゃあ次からちょっと文章のね、あの成分を一つずつ見ていきましょう。まずジョヌン、じゃぬん。ぬん。ぬんが来たら一回そこは切った方がいいですね。これ長いから真ん中で切りますっていうのはおかしいです。例えば、じゃぬん。 ブサネガヨ。これよりは、ジョヌン、ダウンチュシボイレ、ブサネガヨ。これがいいですよ。まず、主体、集合。ジョヌン、切って、ダウン15シボ期間、来週15日へ。次、目的ですね。ブサネガヨ。プサンに行きます。このように、成分ごとに分ける練習をしましょう。長さじゃないですよ。あの、成分ごとに、集合、期間、時期ね、目的。このようにした方がいいです。ジョヌン、ダウンチュ プサネがよじゃあまず、日本語で言うと、私は来週15日にプサンに行きます。皆さん、まずこれ聞いて、これが会話の一番最初のテーマとして正しいと思いますよくよく考えてみてください。私は来週15日にプサンに行きます。だから何おかしいじゃん。 例えば、私が来週15日に行くんですけど、みたいな、私がーを使って、その後に何かを連想できるようなこうイメージとして、私がを使ったりとかだったらわかるんですけど、私は来週15日にプサンへ行きます。 だから何みたいな感じじゃん。はい。これ、韓国語もおかしいです、うん。日本語は逆におかしくないかもしれないんですけど、韓国語は間違いなくおかしいです。<laughs> おかしい。気持ち悪い。キモい、本当に。なので、直しましょう。じゃ <laughs> っていうのを、ジェガ、こうやって直しましょう。皆さん、よくあの、会話をするときに、私はから言う、会話のスタートは、 あんまりなくないですかまずこうやって勉強すると皆さんこっち使っちゃうんですよ。うーん。ああ、でも違うね。日本語はどっちもできるんですよ。韓国は絶対がですよ。私が勧めてるのはがです。なので、ジョヌンって書いてるごジョーヌン。ジョっていうのは健常語ですね。自分を下げる、減り砕る言い方、私ですね。私。これが普通の愛。まあ英語で言う愛だと。 な、なですね。まあ、基本の基本ですね。なぬん。なぬんって言ったら、まあ、ま、ため語。韓国は、俺、僕、私、ないです。全部、なです。ただ、年上が初めて会う人に敬語を使う場合、必ず、私になります。必ず。ジェが,がをつけるときに、ジョーは、ジェになります。ジェ、が 다메고다 또 내가, 경고다 또 제가. 나のでここは私は자나なくて私が가いいですね <목소리> 저는 다음 주 15일에 부산에 가요. 내가 나쿠때 제가 다음 주 15일에 プサね、かよ。直しましょう。あとがよ、ガヨ。ガヨで終わっちゃったら、その後ろ何言うのかわからないけど、結局この人は、プサンは何が美味しいですかって聞くんですよね。だから自分がプサンに行くけど何が美味しいか、進めてくれや、と言ってるんですよね。そういう時に、やっぱり、後ろにまたなんか話したいことは残ってるよっていう意味で、日本語だってこうやって言うんじゃないですか。私が来週15日にプサンに行きます。 まで言わないじゃん。さらに行くんですけど、とか、行くんですけども、行くんですが、行きますが、で終わるじゃないですか。後ろ何かにブラブラが出ますよ。ほにゃららがありますよっていう意味で。韓国はこれが、世で終わるのが多いです。しかも、これを覚えてください。 これかなりね、高級韓国語なので、皆さん、これうまく使えれば、すごく楽だし、うまく見えるし、ただこれあの、リスクもあるので、これから説明します。私、来週に15日に、プサンに行くんですけど、で、後ろなんか来るんですよね。で、その時に、 ヌニっていうのは、〜何々ですけど、ちょっと聞いてっていう意味なんですよ。テンポよく、ちょっと活発的な感じ。こっちの方がもう少し一般的なんですけど、必ず後ろになんちゃらが出ます。これ、日本語で言うと、では、グランデ。 ところがっていう意味ですねところでみたいな感じなので私プサに行くだからみたいなところでみたいな感じなのでこれも、まあ、つなぎの言い方ですねで「よう」は皆さん分かると思うんですけど敬語ですね敬語敬語これがもっと敬語あるじゃん例えば「カムザハムニダにだ」で韓国これが日本語で言う「まあ、ですます」なんですけど「僕敬語」「よう」より敬語ここは「万、ま」をつけるんですよ、うん、なので「ダーマンダーマンっていう言い方もよく 이 맞. 제가 다음 주 15일에 부산에 가거든요. 가거든요. 이 어때 따라 템포 고꽤 밝은 감지. 꽤 시다심이 있는 이 감지. 뭐남성도 쓰이 ます요. 남성의 여성과 단어의 차이와ありません 한국화. 근데 이 말은 가거든요. 띠는 아, 아무히트これからなんか質問してくるねっていうのすぐ分かります. 제가 다음 주 15일에 부산에 가는데요. 대요. 제가 다음 주 15일에 부산에 가는데요. 대요와 1번이 一般的ながら、こっちよりは少しは重いけど、こっちも軽いです。例えば、がぬんでよ、行くんですけど、먹ぬんでよ、食べるんですけど、ましぬんでよ、飲むんですけど、見るんですけど、ぼぬんでよ、ぬん、ぬんがつきますね。で、こっちは完全に重いし、会話でも逆にあんまり言わないぐらい、これは、こう、最後あ上げちゃう質問系、ちょっと、 こういう感じで言ってしまうと、相手にからかってる、バカにしてるって言い方にもなっちゃうんですよ。どういう意味かっていうと、えー、お前海、海外に行ったことないだろって言われた時に、キャ来週、プサンに行くんですけどみたいな、けど来週行きますがこう、あげちゃって、そこで終わっちゃったら、結構冷たくないですか行くんですけどとか、はい、そうですけどみたいな、そうですが何かみたいな感じなんですよ。なので、私、これの説明をあんまりこうしないようにしてたんですよ。皆さん、こう、 言い方間違ったらめっちゃ怖いし、まあ、冗談で言う、言うのもあるし、まあ、彼氏とかに言ったら可愛いけど、だから韓国は日本より冗談が強いんで、韓国人が結構はっきり言ってるように見えるっていうのもこういうせいですね。ただ、相手を怒らせる可能性もあるので、これは気をつけて使いましょう。まあ、中級以上の方は多分問題ないと思うんですけど、こう、類用は軽すぎるんで、こっち使った方が、初級の方は、まあ、だから一般的に、あ、質問があってあの人なんか次なんか言おうとしてるなとか、ただ韓国語だよ に日本人だから今ちょっと言葉出ないんだよねちょっともう少し聞いてあげようっていうのはこっちがまだ無難かなと思いますこっち軽すぎる例えば違いますけどっていうのをこれ使うんですよアニゴドゥニよ。 じゃあ,あの、まず日本語ですね。私が来週15日にプサンに行くんですけど、これ韓国語で私、私、本当にまネイティブのように書くので、私が言うネイティブの韓国語は単語だけを変えればそのまま使えるっていうことなので、私が言うのはパソコンのコピペでもいいし、携帯のコピペでもいいし、スクリーンショットでもいいし、自由に使ってください。がよ で、私だったらこれを使います。でんょ、でよ、だまんの中でこれ使うと思います。他にも間違ってないです。じゃがだうむちゅうしぼいでぶさねか거든요じゃあ、だうちゅうしぼいでがんにだまん。がんにだまんは本当に硬すぎてあんまり言わないかな。なので、私がおすすめしてるのは一番上ですね。私がだウむちゅうしぼいでぶさねかぬん,んでよ。これね、皆さん、このように、 使って皆さん、韓国行くときにこのまま使ったらもう完全韓国人ですわ。じゃが2月12日でインチョンへ가는데요。とか。じゃが3月4日で大阪へ가는でよ。こう、丸だけ変えればいいんですよ。何月、何日、な、どこ。場所だけ。で、このまま言えば、テーマの始まり、開始としてすごいいい文章だと思います。はい、こうやって言いました。で、次。 ここでまた変なこと言ってるんですよね、この人。こう、ガンヒースンさん。本当にもう嫌だ、この人。グレよっていう。グレ。タメ語で言えばグレ。日本語で言うと、そう。そうである。グレよっていうのは、そうですか。っていう意味ですね。要は、敬語ですね。これより敬語はラ、クロスミカですね。グレよまず、皆さん聞いて。私が来週15日にプサンに行くんですけど、って言ったら日本人がいけない。そうですかちょっと と冷たくないですかあ、本当ですかとか、あ、マジでとかいうのが多分、もう少し柔らかいと思うので、まあ、そうですか自体が間違ってるわけではないんだけど、あと、韓国語のクレよって言ったら、これも間違ってはないんだけど、日本語のどういう意味に聞こえるかっていうと、相手を疑ってしまう。そうみたいに聞こえちゃうんですよ。例えば、2月ぐらいになったらもう暖かいよねって言ったら、そうクレヨクレは何んで違うけどなぁ、とか、こう、相手を疑ってしまう。もう信じない。 っていう言い方でよくグレよグレオもちょっと使い方難しいんですよ。ただ、本当にいい合図値としては、あ、本当ですかえマジでっていう合図値の方がいいと思うのね。英語も、リアリーっていうじゃんリアリー。なので、こっちの方がいいと思う。ここに書いてあるグレヨは間違ってはないんだけど、変えましょう。人茶よとか。これは、ま、間違ってない。あの、人流なので。ただ、皆さんはこれを、こっちを使ってほしい。 あと、日本人がよく言ってる。あ、すごい。すごい。別にすごいと思わないけど、すごい。相手にはすごいかもしれないので、すごい。それか、本当にすごくて、すごい。よく言うのが、すごい。ですけど、韓国は、 不倫がねよとか、굉장がねよとか言わないです。言わないけど、英語で言うとワウがあるじゃないですか。ワウ。ワウを逆に言えばいいんですよ。羨ましいっていう気持ちを与える。この羨ましいっていう気持ちを与えるのは本当に重要で、まいや、全然いいですよ。정말良もいい。今言おうと思った。정말良정말良もいいですよ。정말って言ったら、ちょっと可愛い。ジンジャーより可愛い。軽くはないんだけど、可愛い。真面目っていうイメージが強いですね。정말。 ソウルの人は結構いいそうですね。なので、人材を使うか、相手を羨ましがってあげましょう。なので、相手をこう、うやまう、わうをどうやって言うかっていうと、日本語はまあすげえすげえすんげえすごい、まあ、言えばいいんですけど、韓国はう、うわうじゃなくてうわでいいですよ。うわ。うわ。 簡単詞です。人茶とジョンマールは違いますか一緒です。ただ、人茶っていうのは、偽物本物で本物に近い人茶で、ジョンマルっていうのは、豪ではなくて性に近いっていう意味です。うん、まあ、その違いで結局同じ意味です。デバギアとかは、デバギアっていうのは、思った以上、あの、想像以上のことが起きて、 びっくりっていう意味があるんで、釜山に行くことがそんなに驚くことだったらデバギアって言っていいんですけど、いや、これすごいよね。なびっくりだよね。まあ、その時はデーバッデバギアも言わない。デーバッデバで終わり。うわでいいですよ。これ結構言いますよ。twice の歌の中でうわハゲって知ってます？皆さん。うわハゲだけど、そのうわハゲはまあ、優雅のうわって多分出てると思うけど、多分これだけど。 結局、意味としては、ここから来てるんですよ。その歌を聞くと、うーわーうーわー、ハゲマンデゥロージョっていうじゃん。ううーーどういう意味かというと、うわーうわーにするようにさせてくれって意味ですよ。うわーっていうのは、羨ましくて、周りの女性が、うわーうわーうわーっていうように、私をそういう女性にしてくれよという意味なんですよ。なので、うわー結構いいんですよ。私だったら、ジンチャヨが一番多いかな。あ、ジンチャヨ 아 진짜요 아 진짜요? 아다잘 욕구 이모요쓰 김우라 씨가나 오늘 내직히순의 아이 다 다음 주 15일에 부산에 가는데요. <놀람> 釜山のもがまじっすよ。まあ、もし、つ、続けて言うんだったら、釜山のもがまじっすよ。不産もいらないですね。釜山に行くんですけど、釜山は何が美味しいですかって言わないじゃん。釜山に行くんですけど、何がおすすめですかって。まあ、そこは何がおすすめですかとか。まあ、あ多分、ヒスンちゃんがグレよって言ったので、もう一回、まあ、釜山を多分言ったと思うのでまあ、どうしても、ま、相づちを入れたいということは、こうやって入れましょう。じゃあ,でうあ、ちんちゃよ。あ、ちんちゃよ。ちんちゃようを入れるか、ちんちゃよを入れるか。そっちの方がいいかなと思います。次ですね。 ね。ブるもがましさよ。これはもう完璧ですね。すごい自然ですね。もがましさよお。すごい自然でリアルでローカル的な韓国語。完璧ですね、これ。で、ひすんちゃんはまたね、美味しいものを言えばいいんだけど、美味しいものは言わずに有名なものを言っちゃいますね。ペが有名へよ。まず、まじね、この人、ちょっと意思疎通ができない人、何が美味しいかを言ったじゃん。で、有名なのはだって食べ物じゃなくても言えるものじゃないですか。なので、これは直しましょう。ペがましうよ。 へがマシっさよ。へ、刺身ですね。が、がは日本語のが、女子ですね。へ、が、刺身が、ましっさよ。皆さんよく言うんですよね。これよく聞いて、皆さん特に韓国の旅行行く方、これ見てください。ニュアンスが違います。皆さんお店行ってよく言うのが、ましっさよ。意味は通じますよ。もちろん。ただこれね、今見てわかるんですけど、へが、 まっそよ。説明ですね。客観的な情報の説明です。自分の主観は入ってないですよ。あ、まあ入ってるかもしれないんですけど、説明のためです。なのでお店で美味しいかって言われた時にまっそよ。っていうのは結構ドライな感じがします。まあこれ正しいよって言う人いるかもしれないですけど、人流ね、もう少し完璧で会話で一発で使っても100%以上、あの、理解してもらうために使う韓国語だとして、皆さんちょっと理解してください。まっそよよりはマシネ、まっ白ねよ。 まあ、簡単ですよ。勘断士の中に入るね、自分の感情を言うときに使うねは、相手も認めつつ、自分も認めましたという敬語、よ、にだ、よ、親しみのある敬語。 これめっちゃいい表現なのに皆さん少し同じだと思ってみんなこっち使っちゃうしもう少しねこう自分のソウルを込めてあの心を込めてあの言えるようにしましょうっていう意味ですよマシンネよジェスチャーはこれであマシンネよマシンネよ、うん、日本だと皆さん何て言うかわかる日本語と韓国語こういうねあの へーとか、えーとか、よく言うんですよ。へーとか、えーとか。これ韓国だと結構こう子供っぽい。これ使わない。特にへーとか。あとおかしいこれ。言わないように。言うとき、うわーでいいですよ。うわー。うでもいいし。私も日本に来たときに結構違和感ありました。へが有名言を今ね、4行の説明をしたのに1時間20分経ちました。